かシチリア名物。うん、これがね、10ユーロです。さあカターニャから1時間でシラグーザに着きました、はい、シラグーザで、ね、シラ草じゃないらしいですよさあ行ってみましょう。お腹空いちゃったからアランチーニ、イタリアおにぎり食べ、ね、朝ごはんを食べに行きましょうこっちが熱々、おおいしい。やっぱいいね、落ち着く味だよね、米だからね、うん、おにぎりみたいカリカリすごいよ。今日はね、たくさん遊ぶんで腹ごしらえです。うん、お疲れ様です。では行きましょう。ちょっと女性向けに可愛いシュシュが見えるので、おや、いいでしょうか。はいはいはい、かわいいね、2ユーロだって。安いね、かわいい。いや、これはいいんじゃない。かわいいね、見て、これすごいかわいい。これがいい。結構この市場いいね、楽しいね。白草の市場結構質が高いものが安いね。高いの？質高いよ。っていうか、あの普通に家で使いたいなって思えるもの。可愛いのね、やっぱ、うん、こっちの気候に合ったデザインで。本当2ユーロとかそんなもんで、いろいろ買えちゃうね。いやもうすごいね、白草の市場は興奮が止まらない。すごい安いね。あの何、オリーブの真空パックとかも1ユーロとか、あれ多分 500g ぐらい入ってるよね、うん、しかもドライトマトとかはすごい美味しいらしいんでね。6ユーロとか入ってるって、うん、ちょっとこれやばいね、テンションが上がっちゃって。ファンテンオブダイアナ、ディアナ町の中心地でしょう。はい、なかなかいい、ね、晴れてよかったね。さあシチリア名物レモングラニータ、うん、初めて、うん、酸っぱい。酸っぱいんだ。酸っぱいし甘いし、あそう、すっごい美味しい。あそう、すっごい美味しい、うん、いいね。本当の本物のレモン使ってる感じする。いや、いいね、美味しい、美味しい、すごい、すごい酸っぱさがちゃんとある、うん、味わいがあるよね、通りも。あ、なんかセレクトショップみたいな。あそう、うん、あドライトマト、うん、うん、トマトの酸味がね、いい、いい、うん、フレッシュトマトとやっぱ違う、違います、
美味しい。この形のパスタ初めて食べたかも。うん、美味しい。白草でのランチ、ここがね安くて結構美味しい、人気でね、みんなも通りで待ってるんですよ。誰が見つけたんだっけ？直子さんです。最近は店選び、ルート、全部直子さんにそんなことないでしょ。ボルトボン。ちょっと潮が満ちてるね。この海の真横に湧き水が出てる。ここが、シラクーザの中でも一番美しい、シチリアの中でも最も美しい広場と言われているドゥオモ広場ですね。大聖堂ドゥオモに入ってみましょう。無料かもね。かな。行ってみましょう。結局無料で見れましたね。今日は日曜日だから。わかんないけどね。なんか受付自体が閉まってて。でもみんな入ってる感じでしたね。とても美しい状態でした、うん、ここら辺近くで結構石を切り出す場所があって、そこをなんかそこの石で柱を作ってるような、切り出されたまんまの柱みたいなね、なんか味があった。シラクザ、シラクザ大聖堂でした。これ安い、2フレーバーで3ユーロ。しかもすごい質がいい。老舗のジェラッテリアです。こっちの通り来てよかったね。さあシラグーザ、はい、帰る前にがっつりとね買い物しようということで、ディスカウントするぞ。じゃあ行きましょう。テーブルクロスもね、これが13ユーロって言ってた、うん、ミディアムサイズだけど結構大きいけど ね、日本の食卓には十分じゃないかな。さあね、これがね10ユーロですけど、2つ買うとちょっと安くなるかな。個性的なねデザインですよ、シチリアならではね。さあこのガチャガチャしてるね袋買いました。そしてこの中にね買ったもの全部詰め込んでます。だいぶ買ったね。だいぶ買った、うん、いやでももう本当このシチリアでしか買えないよねこの柄は。そうだね、うんうん、まあ、製造がどことは言えども、ね、やっぱり
ちょっとね、セカドコとしてはこれからどこに住むのかまだは決まってませんけども、北欧で住む時にはちょっと目立ちすぎるけど、ちょっと南国とか夏向きだよね。そうだね、海沿いとか、シリアンの柄ですね。いろいろ買っちゃった、自分で飲むのと友達へのものとなどなど。なんかねカラフルよね。カラフルでなんかガチャガチャしてて、あの全部何書いてあるんだろうっていうのを見るのに多分5分ぐらいはかかるかも。え、これあこの模様、えこれもみたいな。そうね、うん、という感じでした。はい、買っちゃった、たくさん。はい、ありがとうございました。